サマーズ伯爵、フレデリック・サージェント・ガノデスさん第3代、サマーズ伯爵チャールズ・サマーズ・サマーズ・コックスは、イギリスの貴族、政治家。就職前の1841年から1852年までは、イーストの圧爵の称号で呼ばれた。写真家、ジュリア・マーガレット・キャメロンの義定、作家バージニア・ウルフの義理の王子。第2代、サマーズ伯爵ジョン・サマーズ・コックスと、第3代、 ハードウィッカ伯爵、フィリップ・ヨークの娘、レディ・キャロライン・ハリエット・ヨークの間に生まれる。1841年より1847年まで、保守党所属で、ライゲート選挙区選出の庶民委員議員を務めた。1852年父の死に伴い伯爵位を、就職、同時に、貴族委員議員となる。1853年から1855年まで、 アバディーン連立内閣の1855年から1857年まで第一次パーマストン自由党内閣の指名による王室自重を務めた。1850年ベンアル高等文館、ジェームズ・パトルの7人の娘たちのうちの6女、バージニア・パトルと結婚し、間に3人の娘を設け、うち2人が成人した。1883年の死去時、男子相続者がないため、 サマーズ白尺くらい及びイーストの足尺位は消滅した。よりかいの従属尺位のサマーズ男尺については、上位のフィリップ・レジナルド・コックスが継承した。ありがとうございます。